自分の信念を貫こうとしても不安になることがあるんです。でも私には助けてくれる仲間がいます。ようやく休み時間。今日はハードな科目が続いていたし、少しゆっくりしておきたいところだけど。あ、でも今のうちに予習も進めておきましょう。たまおー、今日提出の宿題なんだけど。って、次の授業の教科書見てるの？ええ、次の科目の準備ついでに前回の授業の内容も確認したいなと思って。それが終わったら今日の授業範囲に目を通して予習もしたいのだけど。真面目だ、玉尾らしいけど。一恵も演劇家だからってそちらにばかり気を取られてちゃダメよ。はーい。倫明館の一生徒として何事にも常にまっすぐ向き合い取り組むことが大切でしょ。先生方の授業もとても分かりやすいんだから、学ばないのはもったいないわ。玉尾の言葉が鋭いナイフのように私を貫いていくよ。とまあ、友達相手に小言は良くないわよね。ごめんなさい。それで何を聞きに来たの？ああ、そうそう、宿題でわからないところがあったから聞きに来たんだけど。でも玉を見習って先生に質問しに行こうかな。その息よ。でもその宿題は次の時間に提出じゃなかった？あ、だから今日は特別ね。どこがわからないか教えてくれる？神様、玉尾様。この問題なんだけど。あ、できた！バッチリだよ！これで同じタイプの問題は大丈夫よね。授業までに間に合ってよかった。本当に助かったよ。次はもっと早くから先生に聞きに行けるようにしなきゃ。いい心がけね。あ、もう授業始まっちゃう。席に戻るね。本当ありがとう。え、どういたしまして。あ、結局予習を忘れちゃった。でも一恵も喜んでいたし、こんな日もたまにはいいよね。私の演じる役は他人とぶつかり合い認め合っていく、この舞台の中で一番成長する役なんです。素直な心、ぶつかっていく勇気、ちょっと羨ましいです。私も少しずつみんなと育んでいきたいと思います。守りたいものを守れる力を手にするまで私の成長を見守っていてくれると嬉しいです。あら、こんにちは。ちょうど学内発表会の演目を決めてきたところなんですよ。演目はあやかし見回りロマンタンをやろうと思います。とても伝統のある舞台なんですよ。私が演じるのはあやかし見回り隊へ異動となった役人です。実は今まで見えなかったものが見えるようになるといった少し不思議な役柄で、見える前と見えるようになった後、この2つの違いを違和感なく表現していきたいですね。知っていますか？この演目広く愛されていて、古くは昭和初期から演じられてきたものなんですよ。歴史と伝統のある舞台です。演劇家のみんなと最高の舞台にしたいですね。前回以上の、いえ、歴代最高の出来だと観客の皆様に言っていただけるように精進したいと思います。
演劇家のみんなも気合十分で日々練習に臨んでいるんです。難しい舞台ですから、ふみからの劇もかなり飛んでるんですよ。特に一恵に対してですが、ゆゆこちゃんなんかも落語に取り入れるとか言って弱音を吐かずに練習してますし、私も祖母がもしかしたらあやかし見回りロマンタンを演じていたのかもと思うと身が引き締まります。配役を決めた後、すぐにみんなで頑張ろうねって声を掛け合いました。一緒に頑張る仲間たちがいるだけで不安な気持ちが薄らいでいくような気がします。たとえ誰が見たとしても、今回のあやかし見回りロマンタンは素晴らしかったと、そう思ってもらえるようにこれから毎日頑張っていきますね。それではレッスンの時間ですので行ってまいります。